皆さんこんにちは。こんにちは。今月は県内を中心に甚大な被害をもたらしました熊本地震につきまして、阿蘇市の被害状況や対応などを市長にお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ阿蘇市では4月16日未明の本震により最大震度6弱という大きな揺れを記録しました。ね、また市内各地で、様々な被害が出ております。まあ、この番組も、5月は、地震対応を優先させるためにお休みをいただきまして、今回が地震発生後初めての放送となりますが、まず市長にお伺いしたいのは、地震発生直後の阿蘇市の状況、こちらはどうだったですか？そうですね、その前に被災をされた皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと思っております。それと同時に今現在復旧復興を続けておりますけれども、多くの関係機関の方々、全国から集まっていただいたボランティアの皆さん、そして義援金とか、あるいは支援物資とか、たくさんのものを被災地の方に送っていただいた、もちろん私どももそうですけれども、もう心からまず感謝を申し上げたいと思っております。本当にありがとうございました。私どもの阿蘇市の方ですけれども、もうご承知のように第2震の本震がやってきましたけれども、もう深夜のことでもあるし、みんな熟睡をしている中でのおいての6弱の地震でした。真っ暗闇の中を本当に驚いて、中には恐怖感を感じられた方もおいでだと思いますけれども、倒壊をした中でうまく助かった人、またなんとか抜け出された方々もおいでだったと思いますし、気の身気のまま外に出られて安全な場所にまず避難をされた、寒空の中を、本当にそういう意味では大変だったと思っております。特に阿蘇地方の我々にとっては、とってもシンボルである阿蘇神社が楼門といい拝殿といい潰れてしまったということは、すごくショックな状態でありましたけれども、みんな不眠不休で頑張っておられるの、まあ、大変ありがたいと思いますし、我々行政としてももっともっと頑張らなければいけないということを思いました。道路被害についても市だけですけれども165件ほどあります。それと同時に橋の橋梁被害、これが20箇所ほどありますし、また河川の被害も確か48箇所ぐらいあったと思いますけれども、そんな状態の中をインフラ整備、一生懸命ライフラインを含めて進めております。特にほっとしたのは、すぐに停電になったもんですから、やっぱ電気がないということで情報も入らないし、やっぱ明かりが欲しいということもあり、九州電力さんが全国の電力会社に声をかけて、そしてなんとか発災後ちょうど20日の日までにはほぼ電力の供給をしていただいたということは、すごくありがたかったのが一つと、もう一つ早く早くと思っておったのが、やっぱり水の上水道の、これは5月7日にはなんとか全戸追水ができるようになりましたけれども、少しそういう意味ではほっとしたなということと、まだ下水道の方の修理が十二分でありませんけれども、そういうライフライン等も今一生懸命取り組んでおるところで、甚大な被害がいろんなところに出てまいりました。先ほどね、電気のことを市長おっしゃいましたが、私も実は小学校の避難所に16日おりまして、夕方にですね、明かりがついたんですよ。その時は本当に歓声が起こって、やっぱり阿蘇市内走っていると自衛隊の方や、さっきおっしゃった電力会社の方、本当に全国から来ていただいて、本当にありがとう。そうですね、すごくありがたかったです。本当にありがとうございました。地震発生から1ヶ月が、ね、経ちましたが、市民の皆さんも少しずつこう小学校も再開したりとか、そうですね、日常を取り戻しつつあると思うんですが、やはり阿蘇市の基幹産業である観光と農業、この部分がもうすごくショッキングなところで、まず農業の分野においても、
あるところに至るところが活断層が走ってますので、うん、そこがもうズタズタにやられて、ひどいところでは約2メートルのこの段差ができておったり、あるいは住居の中を活断層が走ったりと、そんなところですけれども、やっぱり農業被害についてはすごく被害があって、もう何十億円という被害を今出しております。施設園芸もそうですし、農地の方にしてもそうですし、いろんなものがありますけれども、特に農地の復旧についても土地改良区の皆さんと連携を深めながら、やっぱり溶排水路がズタズタになっているところを早く修理をする。でもその農地の土地改良をしたところ自体がもうこう植栽もう植え付けることもできない状態ですから、まあ、将来の農業を考えたところで広い農地によりなるように、で機械化がすることでなってますので、それをより効率的な将来の農業の在り方というものも含めて、ただ普通の復旧ではなくて、将来を見込んだ復旧にしていただくようにしっかりとお願いをしておるということがありますし、観光においては一番痛いのはやっぱり57号線と、うん、それからJR ですか、立野の方で寸断されているということが一番のこう致命的なことだと思っております。でもやっぱり観光は大事な柱でもありますし、そこには働く人の雇用、とにかく観光だけでも1000人ほどの雇用がありますし、またいろんな商店を入れると4000人か5000人ほどの雇用がありますから、このままの状態でいくともう疲弊をしてしまって、やはり解雇ということもつながる可能性もありますので、そこを一番心配をしているところをですね、でも早くこの57号線がつながるように、かつその大きな観光の目玉である草千里に行く道の頂上あたりも交通が今も寸断されてズタズタになってるから、あそこを早くバイパスでもいいから通してくれるようにというようなことを、まあ、お願いはしておりますけれども、でも致命的なのはちょうど山上の水が今ないというですね、白水の方から90% ほどいただいておりましたけれども、この水源がとにかく破壊されてしまっているから、今水源も含めて一生懸命水探しもしておる状態ですけれども、まあ、そんな中においても僕が思うのは、そういう57号線もそう簡単に開通するわけではないと思いますから、やっぱりこの持ってる魅力というものを大分とか、あるいは福岡の方に向かってしっかりと力を合わせて発信をしていく、そして新しい阿蘇の観光の在り方、災害の時でもこんな逆境になっても強いんだというものをみんなで合わせて作っていく、一番大事な時に差し掛かってきているんではないかなと思っておりますので、今いろんな関係機関とも連携を深めてそういう具合に今進めておるところで、一人でも二人でも多くの方々がこの阿蘇に入ってきていただくように仕掛けを今しているところです。はい、また力を合わせてやっていきたいと思います。阿蘇市では4年前に九州北部豪雨の水害がありまして、その災害を経験している阿蘇市として今回の地震にはその教訓はどんな点が生かされたのか。このことについてはですね、まあ、すごく教訓が生きてきたなと思うのは、発災をした当時やっぱ二次災害がないように、そして避難所のそれぞれのところで、まず健康被害、それから医療、もちろん他にもこの体調の問題とか、そんなことをやっぱすぐにしなきゃいかんと、衛生面もありますし、そういう意味の気配りがすごくできたということと、被災のこの罹災証明書とか、そういうのもやっぱり災害見舞金とかいろいろありますので、一律一元化をして、うちの場合はもう一日で終わるような感じで、もう何回でも来ていただくことがないようにということをやったり、大事なところの部分についてはですね、
物資の調達とか物資を供給する配送するとかそういうところについても意外とスムーズに行けたと思っております。そういう意味ではすごく良かったなと思いますけれども、一方の方では自主防災組織それぞれ作っていただくようにお願いをしておりましたけれども、これが十二分に機能していなかった反面、公的避難所とは違うそれぞれの地域がやっぱりいろんなところで公民館を利用したりして、ここでみんな身を寄せ合おうという自発的な自主防災的なそういうものも今回生まれてきたもんですから、これはまたすごく良かったなという反面もあります。そういうところにまた支援物資を届けたりとか、それがまだ慣れてなくて十二分にいかなかった部分もあると思いますけれども、今回はそれが大きな教訓としてまた加わってきたということで、より充実をした市民の皆さん方への命を守るその体制をこれからもしていきたいということと、今までの早め早めのやっぱ避難、空振りを恐れないということをやってきましたので、これは非常に今回良かったんではないかなと思っております。市長もこの番組で何度も呼びかけてきた、この市民の皆さんの防災意識の高まりですね、これも今回本当に震災の中で感じたことなんですが、これからやはり梅雨の時期を迎えますね。僕が一番心配しているのはですね、まだ24年の時の災害の工事が最後まで終わってはいないし、まだ残っている部分もあります。そこに持ってきて、例えば阿蘇五岳の方のほとんど峰々も今回の地震でずり落ちて裸同然になってますし、その子にはもうすでに土砂が溜まっている、その溜まっているところに地山堰堤とか見に行きましたけれども、ほとんど埋まった状態なんですね。だからそれをちゃんと止めてくれるようなダムになってないから、今回そういう大雨が来た場合はすごくまた災害が起こるんじゃないかなということも心配していますし、北外輪は外輪で今度の地震でいろんなところの地滑りがあって、もう崩落をしている状態があちこち見えてます。これもやっぱり地震イコールその地盤が緩んだりするとまた大変な災害にもなりかねないもんですから、そのことをやっぱりしっかりと今注意しながら、ちょうど一宮町の区長会の皆さん方、それからそこの消防団、そしてまた今日は阿蘇町の区長会の皆さんで消防団の方、その次の日は波の地区の区長会の方といい、もう地区ごとにそういうことの注意をしていきましょうということと、今回の地震災害で崩落寸前の岸壁のところには、危険なところには県にお願いして赤外線センサーをつけていただく、少しでもずれればちゃんとパソコンに連結をしてますので、事前に早くキャッチできるようにというようなことをもうとりあえず10箇所やっていただくようにしましたので、住民の皆さん方がまた必要だということであれば追加をしてお願いをして、より少しでも安心してこの梅雨が乗り切れるようにしていかなきゃいかんなと思っています。非常に応急処置しかできないんですけどね、いきなりダムが完成するわけではないし、でもできるだけのところをそんな具合にしながら安全なことを少しでも確保していきたいということで、今全力で取り組んでおるところです。はい。では最後に、今回の地震により被災された阿蘇市内はもとより、熊本県、大分県の皆様、そして今回被災に多大なるご協力をいただいた全国の皆様に向けて、これからの抱負をお聞かせいただきたいと思います。そうですね、冒頭にも申し上げましたけれども、本当に被災をされた皆さん方にお見舞いを申し上げますと同時に、私どもも同じように甚大な被害を受けました。その際において緊急に心配をしていただき、全国から励ましの言葉、そして支援物資、義援金、また人的支援、
いろんな意味でたくさんのご好意をいただき、本当にありがたいと思っております。復旧復興にはまだまだ道半ばではございますけれども、今まで先人たちが築いてきたこの阿蘇は、同じような水害の被害もあったことだし、火山の被害もあったと思います。またこのような地震にも今までにあった歴史もありますので、そのことを踏まえて先人たちは私たちに素晴らしいものをプレゼントし作ってくれました。それが今日このようなことになってしまったこと、これは今私たちが生きるこの時において、私たちが今度は先人たちのその気持ちを思いながら、よりよみがえる、そして強力な、また安心できる素晴らしい阿蘇イコール阿蘇市になることが私たちの使命だと思っておりますので、これからもしっかりと頑張ってまいります。どうかいろんな角度でまたたくさんの応援とご支援をいただければ、私たちもさらに勇気づくと思いますので、今後とも引き続きお力添えを賜りますことお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。今月のようこそ視聴室は、大きな被害をもたらした熊本地震から1ヶ月、阿蘇市の被害状況や対応などを阿蘇市長にお伺いしました。どうもありがとうございました。4月号のクイズの答え合わせです。昨年6月から始まった新番組の名前は、の答えは WebTV 阿蘇プラスでした。ようこそ視聴室、次回もお楽しみに。